ラジオ以外のいよいよ動いたたっぷりとお楽しみいただきたいと思います。たらいっぱい行っていただきます。どうぞ手拍子、足拍子、顔拍子、横拍子、ご声援のほどよろしくよろしくお願いいたします。下ろしてきます。予算取りは1曲が4分半という決まりがございます。たかが4分半かという感じですが、それで4分半でございまして、結構いい運動になります。少し腰を下ろさせていただきまして、ちょっと休憩を取らせていただきます。私ども大分県連が、通常県外のお祭りとかで、PR 隊としていろんなチームから抜粋でこうやるときは大体10人弱でございまして、今日は7チームから上手な人ばっかりエレスグルでおよそ30人でやらせてもらいました。せっかくでございますので、どういうチームの人間が来ているのか、ちょっと紹介をさせていただきたいと思います。まず壇上、お客さんの方から向かって左側から参りましょうか。明豊中学校ソーラン・シラ真剣隊でございます。
よさこいをやってるだけじゃなくて勉強もしっかりやってます。はい、それからその反対側になりますか、APU アジア太平洋大学からやってまいりました APU よさこいです。はい、さすが祭りの大学生チャンピオンチームでございます。はい、それでは今度反対側の後ろ、大分で一番歴史のある美女軍団です。大分舞花軍団の皆さんです。はい、それでは、レビューファーストでいきますか、コム1点、滝尾勝負隊コア、実はこの方は最近の方でいます。ご親戚の方とか同僚の方が走りを学んでいます。はい、続きまして、黒1点でございます。大分よさこい半田組、半田小学校の福井と小熊さんたちのチームです。はい、それでは最後になりました、下に降りていらっしゃいます。あ、ごめんなさい、一番うるせえの忘れてました。別府に黒木記念病院というでかい病院があります。そこのチームです。結成2年にして九州で今一番人気でございます。何しろ元気がいいです。はい、この方の方には特に注目をしてくださいます。こんな風にして 2,3 曲やったら普通の人は倒れます。倒れても大丈夫なんです。黒木記念病院のチームでございます。はい、それでは一番先に、ね、総武連さんごめんなさいね、まだ忘れて。大分市、大分県内の唯一市民チームといいますか、どなたでもいつでも加入できます。大分総武連というチームです。よろしくどうぞお願いします。はい、実は今日、午前中に市役所の前、その後弥生の菜の花祭り、今回3回目の演舞です。伊沢さんが私ももうかなり肩が来ておりますのですぐ飛ばしたりして申し訳ございません。最初から下に降りているチームはなぜ下に降りているか。はい、佐伯市を拠点にして活動をいたしております。よさこい大分第一というチームです。よろしくお願いいたします。大地の大は大分県の大、地は高知県の知るという字を書いております。よさこいのルーツはもちろん高知でございますので、高知と大分をよさこいで結んでいきたいということで、実は来月再来月になりますが、5月の24日の日曜日にこの大地というチームがホストチームになりまして、第1回佐伯万丈よさこい祭りというのを開催させていただくことになりました。近々、ありがとうございます、近々ポスターチラシが出たり、いろいろとスポットが流れたり、新聞に宣伝が載ったりいたしますけれども、大分では一つしかないというよさこい祭り、二つ目がこの佐伯の町で開かれるということで非常に喜んでおります。ぜひ今日お越しの皆さん方は5月の24日日曜日、何があっても開けといてくださいませ。佐伯市役所の駐車場と、この先ですかね、大分銀行さんの駐車場をお借りして、よさこい祭りを開催することにいたしておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、それでは2曲目ご覧いただきましょう。よさこいの、フィナーレ総踊りと申しますが、その時によく踊れる